はい、今日のお店はこちら。ここは淡水名物のアーゲイが食べれる老舗店です。アーゲイって何か調べてみると、厚揚げもしくは薄揚げの中に春雨を詰め込んでソースをかけて食べる料理みたいです。よし、じゃあ名物のアーゲイと天ぷらと呼ばれる煮物の盛り合わせにしましょう。はい、来ました。これがアーゲイです。よし、じゃあ早速中身を見てみましょう。うわー、思ってたよりぎっしりと春雨が詰まってるんですね。あー、めちゃくちゃあっさりしてますね。少しだけ味付けしてるって感じです。揚げも普通の厚揚げって感じです。はい、これが台湾の天ぷらと呼ばれる煮物の盛り合わせですね。これよく一人鍋の具に入ってるもちもちした美味しいやつです。あとは弁当の副菜でもよく見かけますよね。うん、大根美味しい。フィッシュボールもよく見かけますね。それにしてもアーゲイ本当に春雨だけなんですね。鶏肉、椎茸、人参とかも一緒に詰めたらもっと美味しくなりそうやな。はい、食べてきました。淡水名物のアーゲイでしたが、これはおやつ感覚で観光ついでに試してみるくらいがちょうどいいのではないでしょうか。淡水といえば台北駅から MRT1 本で40分で行くことができるので、日帰りで気軽に行ける人気の観光地として有名です。特に夕日が有名なので、週末の夕方頃にはたくさんの観光客であふれ返ります。淡水にはローガイもあり、このように美味しそうな海鮮を手軽に食べれるので、アーゲイだけでお腹いっぱいになってしまうと正直もったいないなぁと個人的に思います。ちなみにここは週末には似顔絵を逆さまに描く超有名な親子の路上パフォーマンスが見れますよ。今回は一つ星、安くて値打ちもあるけど好みが分かれそうなお店です。